快速。名前の通り、早いよね。名古屋、関西地区を走る東海道線では、快速以上の種別は本当に早いです。でも関東にも快速ってたくさん走ってるよね。ですです。今回はその快速のうちの一つに乗車していこうと思います。山手線が走ってる高田駅にはどんな快速がいるのかな？4番線に快速、磯野行きが参ります。やってきましたのは京浜東北線 E233 系。青い電車だね。最近の JR 東日本で最もよく見かける車両ですね。なんか早そうな見た目してるね。どうでしょうね。じゃあ乗っていきましょうか。快速なので当然通過駅があります。電車内のテレビにどこを通過するかが載ってるね。初手で一気に3駅も飛ばすのは優越感もあるね。田端を出て最初の通過駅は西日暮里。随分軽快に飛ばしていくね。西日暮里は30駅ある山手線の駅の中で2番目に新しい駅です。田端、西日暮里、日暮里はそれぞれ駅間が短く、すぐに2駅目の日暮里を通過。大きそうな駅なのにこれも通過するんだね。常磐線との接続駅なのに無視されてしまうのはかわいそうですね。京成線と何かしらあるのでしょうか。反対側の京浜東北線快速とすれ違いです。あちらは快速としてはラストスパートです。ウグイス谷を過ぎるともう間もなく上野です。ウグイス谷駅ってどの駅？上野到着。せっかくなので方向幕も取っておきます。次の駅は御徒町か。本日は休日ダイヤにつき、御徒町は停車です。これが平日だと、御徒町は通過となります。この電車は、京浜東北線、快速、磯野行きです。次は、御徒町、御徒町。お出口は右側です。駅に停まります。快速なのに。そんなわけで御徒町、秋葉原とテンポよく停車。そして秋葉原の次は神田です。次は、神田。神田、お出口は右側です。中央線と北鉄銀座線はお乗り換えです。向こうには中央線が見えます。山手線で見えなくなってしまいましたが、まあまあ。次はいよいよ日本の観光の窓口的な役割を担う東京駅です。次は東京、お出口は右側です。東京の次は浜松町に向かいます。やっと通過駅が出てくるみたいだね。次の浜松町までに有楽町と新橋を通過します。ってことは浜松町までに5駅通過するってことかな。あとどれだけ通過するのかな。楽しみですね。向こうには加速スピードの速い E235 系山手線が待ち構えていました。あっちが各駅停車だね。新橋に行くならあっちだね。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。こち事実として、停車駅的には上野東京ラインの方がはるかに少ないです。速達性を求めるなら上野東京ラインに乗った方がいいのか。はい。京浜東北線はあくまで区間快速的な存在だと思った方がいいかもです。遠距離を乗るなら上野東京ラインとか、場合によっては新幹線とかを使うもんね。行き先的にも、そっちの方が距離が長いですからね。東海道線のあっちも停車する新橋を通過。サラリーマンがよく取材受けてるとこだね。でも割とゆったり通過していくね。性格上この通過スピードは仕方がないと言いますか。浜松町、お出口は右側です。東京モノレール羽田空港線と都営地下鉄大江戸線はお乗り換えです。浜松町から先は終点まで各駅に停まります。ここから各駅停車。お疲れ様でした。快速は田端から浜松町までで終了となります。
速達性はここからは山手線と変わらなくなるってわけか。東海道線からバカにされてますね。かわいそうだね。本当に各駅に止まるので以後は各駅停車になります。種別が各駅停車になる瞬間も見ておきましょうか。わ、本当に各駅停車になった。これにて快速の威厳的なものは完全に消えました。田町は京浜東北線と山手線が対面で乗り換えられる最後の駅である上に、周辺にビルが立ち並んでいるからか乗降客数も多いので、停車は妥当です。次は高輪ゲートウェイ、高輪ゲートウェイ、お出口は右側です。もちろんここも停車です。なお高輪ゲートウェイの利用者数はまだ未知数ですが、今のところは快速が止まるようになってます。でも閑古鳥が鳴いちゃってるなぁ。今後はどうなるんでしょうね。なお発車場からもすでに快速は消えてます。各駅停車になっちゃってる。というわけで本日は京浜東北線の快速でした。結構頻繁に止まってたね。この京浜東北線の快速、どんどん停車駅が増えてっているので、正直存在意義が怪しいところではあります。速達性なら上の東京ラインだもんね。ですが新橋や日暮里を通過する様は乗っている分には面白いので、普段は乗らないって場合でも気分転換に乗ってみるのもいいかもしれませんね。急用がない時なら乗ってみるのもありかもね。ですね。それでは本日はここまでです。最後は方向幕とともにお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次も見てね。